皆さんの周りには達人と言われている方がおられるでしょうか。もしおられるならば、おそらくその方はその卓越した技術を習得するために人生の時間の大半を用いてきたのではないかと思います。ところで、私は17歳で洗礼を受けてクリスチャンになりました。今日まで信仰生活は30年になります。クリスチャン生活も長ければ長いほど信仰の達人となると言えれば良いのですが、実はそうとは言い切れないという事実もあります。今回は本音でそのあたりのお話をさせていただき、このような達人クリスチャンの問題を解決する聖書の約束について皆さんと考えてみたいと思います。新約聖書のキリストの時代、すなわち今から約2000年前、ユダヤ人の中にはラビ、律法学者と呼ばれる指導者の人たちがいました。彼らは自分たちは神の律法について精通し、イスラエルの民を神の教えに導くために特別に選ばれたものだと主張していました。しかし、実は彼らほど聖書を分かりづらくして、イスラエルの民を神の教えから遠ざけていた人たちはいませんでした。実際彼らは本来の聖書の教えでない自分本位な願望による聖書理解を民に教えていました。例えば、当時ローマ帝国から植民地化されていたイスラエル国家をローマ帝国から独立させ、さらに世界帝国にまで発展させるカリスマ的な王が、旧約聖書の預言で約束されている救い主メシアであるという間違った教えを広めていました。その結果、当然民衆の中ではメシアといえばカリスマ的なイメージが先行し、メシアは王宮に生まれるはずだとか、立派な身なりをしているはずだというイメージが定着してしまいました。つまり、ラビや律法学者は当時のイスラエルとローマ帝国のさまざまな問題解決における願望をいつの間にか聖書の教えに混ぜて伝えていたのです。その結果、救い主に関してカリスマ性を求めるイメージを先行させ、間違った希望を多くのイスラエルの民に抱かせていたのでした。それゆえ、馬小屋で生まれたキリストはスタート時点で全くこのイメージの先行にそぐわず、さらに粗末な旅人の服を着て伝道しているキリストには全くカリスマ的な要素がないので、なおさらユダヤ人指導者たちにとっては受け入れることが難しくなるのでした。またキリストは当時ラビや律法学者の教えとは全く違う聖書の教え、すなわち本来の純粋な聖書の教えを説いて、多くのイスラエルの民の心を捉え始めていたので、ユダヤ人指導者たちからするとキリストは自分たちの立場を危うくし、今まで自分たちを支持していたイスラエルの民の中に不必要な混乱を招くだけの目障りな存在でしかありませんでした。そこで彼らはこのキリストを十字架につけて殺すことで、これらの影響力を取り去り、また
再び自分たちの立場と影響力を取り戻そうとしたのです。しかし、このようなイスラエルの指導者たちの状態は、長年信仰生活を続けている達人クリスチャンにとっても同じ問題に陥る危険性があります。なぜなら、気がつかないうちに自分本位な願望による聖書理解によって確立されたイメージを先行させるというラビや律法学者と同じ過ちを犯す危険性があるからです。聖書はそのようなクリスチャンに対して警告を発しています。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。達人クリスチャンが自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと思い込む根拠はどこにあるのでしょうか。それは長年聖書の教理的な知識を勉強しているうちに、その理想に到達する憧れや願望が常に自分のあるべき姿としてイメージを作り出し、そのイメージが先行してしまううちに、さも今の自分の状態がそのイメージ通りであるかのような錯覚をしてしまうのです。その結果、自分は長年聖書を勉強しているし、安息日や聖書の真理を知っているので、おそらく救われるだろう、また教会の中でも良い人間として見られているので、クリスチャンとしてふさわしいものであるというイメージの先行によって、自分の品性をどんどん過大評価してしまう危険性があるのです。もちろんそのような方向に向かわないへりくだった達人クリスチャンもいるでしょうが、しかし案外このような危険性は誰にでもあり得ることなのです。私が子供の頃、カンフーの達人の映画をよく見ていました。そのような映画を見た後には、何か自分が強くなってカンフーができるような変な錯覚に陥ることがよくありました。これはカンフーの達人のように強くなりたいという願望や憧れを持っている状態のままで、映画の中のカンフーの達人に自分の姿を重ね合わせ、映画のシーンで見たアクションさながらの動きを真似してみて自己満足をしていた経験と似ています。これもイメージが本来の自分ではない自分を作り出したことになります。いわばカンフーの達人のふりをすることで、偽物のカンフーの達人がそこに出来上がってしまった状態になります。しかし、これと同様のことを聖書の理解においてやってしまったらどうなるでしょうか。キリストの清い品性という目標を目指して日々頑張り、そしてその理想に到達したいという願望のあまり、本当の自分ではない自分を作り出して、知らず知らずのうちに演じているならば、そしてこれが本当の自分の姿だと勘違いしてしまったら、どうなるでしょうか。自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もない、という状態に陥ります。残念ながらこれは、ただ理想的なクリスチャンのふりをしていることになります。品性は変わっていないのです。
このような達人クリスチャンに対して聖書は、あなたは惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていないと投げかけているのです。私たちはこの達人クリスチャンの状態を聖書の中にも見ることができます。先にイスラエルの民がラビや律法学者たちのイメージによって違った聖書の理解へと導かれてしまったという話をしましたが、それを修正するのがイエス・キリストの教えでした。実際、ユダヤ人指導者たちの間違った教えが顕著に現れている場面があります。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの酒税人のような人間でもないことを感謝します。ちなみに酒税人とは、当時ローマ帝国に納めるための税金をイスラエルの民衆から多めに徴収して自分の懐に入れていた嫌われ者の人たちのことです。ラビや律法学者たちの教えによると、神は私のような立派な人間だけをお受け入れになられて、神は社会から落ちこぼれた人たちは決してお受け入れになられないという教えになります。この間違った教えが多くの人たちを神の救いの門から締め出しました。しかしキリストの教えは、ユダヤ人指導者たちの教えとは全く相反するものでした。キリストの教えは、聖書の正しい概念を当時のイスラエルの民衆に改めて投げかけたのでした。そして、多くのイスラエルの民は、自分たちの心を捉えて離さない、そのキリストの見教えに魅力を感じるのでした。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。心の貧しい人たちとはどのような人たちでしょうか。ユダヤ人指導者たちが自分たちがこんな人間たちでないことを感謝しますと祈った人たち、すなわち社会から落ちこぼれた人たちです。しかしキリストは、このような人たちは幸いであると言われるのです。キリストの時代に民の宗教指導者たちは霊的宝に富んでいると自認していた。神を、私は他の人たちのようでないことを感謝しますというパリサイ人の祈りは、その階級の気持ち、またさらに国全体の気持ちを非常によく表現していた。しかしイエスを取り巻く群衆の中には、自分の霊的な貧しさを認めた人々も何人かあった。魚が奇跡的に取れて、キリストの神聖な力が現れた時、ペテロは救い主の足元にひれ伏し、主よ、私から離れてください、私は罪深いものですと叫んだ。そのように山上に集まった群衆の中にも、キリストの純潔を目の前にして自分が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることを感じた魂があった。そして彼らは、すべての人を救う
神の恵みを切望したのである。これらの魂の中にキリストの挨拶の言葉は希望を呼び起こした。彼らは自分たちの生涯が神の祝福を受けていることを知った。社会から落ちこぼれた人たちは自分たちのように罪深く品性が不完全なものに対しても神が救いの招きを投げかけておられたことを知ったのです。そして天国は彼らのためにあるという彼らが今まで常識としていたユダヤ人指導者たちの教えには全く見られなかった恵み深い神の愛を感じ取ることができたのです。彼らは本来聖書で繰り返し教えられていた本当の聖書の教えを人生で初めて知った瞬間でした。ここで彼らが恵み深い神と出会うことができた理由について考えてみたいと思います。まずその理由の一つに、彼らが自分の霊的な貧しさ、心の貧しさを認めた人々であったことが挙げられます。そしてもう一つの理由は、今の自分の情けない状態をやめたくてもやめられない、そんな絶望的な自分の弱さを知っているゆえ、すべての人を救う神の恵みが自分にも与えられるように信じて願い求めたという事実があるのです。聖書ではこれらの経験を悔い改めと言いますが、心の貧しい人たちは自分の情けない状態を正しく把握し、そのどうしようもない問題のすべての解決を神に求めることで、このような深くへりくだった悔い改めへと進んでいったのです。彼らはキリストから神の救いの恵みについて聞き、そしてそれを信じて、そこに希望を持った人たちなのです。自分では正しい行いはできないと知っている者は、キリストがお与えになる助けを感謝する者たちである。彼らは心の貧しい者であり、主は彼らを幸福であると言明されたのである。キリストはお許しになるに先立って、その人をまず悔い改めさせられる。そして罪を認めさせるのは聖霊の働きである。罪を認めさせる神の霊によって心を打たれた者たちは、自分の中に何も良いものがないことを悟る。彼らは今までしてきたことはすべて自我と罪が混ざっていることを知る。彼らは哀れな主税人のように遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、神様、罪人の私をお許しくださいと叫ぶ。その時彼らは祝福されるのである。悔い改める者には許しがある。キリストは世の罪を取り除く神の子羊だからである。この心の貧しい人たちとは対照的に、ユダヤ人の指導者たちはどうだったでしょうか。彼らは神に救われるにふさわしい人間とは自分たちのような良い人間であると理解していました。そして
自分たちはそのような良い人間なので、不完全な品性を作り変えるキリストの十字架の功績の必要性をさほど感じなかったのです。自分は完全でありかなり善良であると考え、自分の状態に満足しているものはキリストの恵みと義に預かることを求めない、誇りは必要を感じない。だからキリストとキリストがおいでくださって与えようとしておられる無限の祝福とに対して心を閉ざしてしまうのである。そのような人の心にはイエスが入られる余地はない。自分自身も富んでおり、尊敬すべきものと考えているものは信仰を持って求めようとしないし、神の祝福を受けないのである。彼らは自分が十分だと感じているから、殻のままで去るのである。この状態は非常に危険であることは私自身よく知っています。私もこのような状況に長らく陥っていました。聖書を学ぶ中でだんだんと理想のクリスチャンイメージを頭に思い描くようになります。その理想を日々の生活の中で目標として掲げながら、さらに神の救いの完全さがモーセの幕屋なる聖書の儀式を通して教えてあったことを頭で理解すればするほど、その素晴らしい神の契約の知恵に驚嘆することになりました。もちろんそこまでは良いのですが、いつの間にかそのような学びを進めているうちに、この素晴らしい神の契約について知っている自分がなんだか特別に選ばれたものであるかのような錯覚が湧き起こり、さらに高尚な人間になった感覚を覚えることが実際にあり得るのです。しかし、神の契約の知識を持つ者が高尚な人間であるというわけではなく、神の契約の知識を実践する者が自我との戦いに勝利する経験を積み重ねて高尚な人間へと作り変えられていくのです。そのためにはまず、自分が自我に屈するような心の貧しいものであることを悟り、日々の生活の自我との戦いの中で、キリストを勝利を与えてくださる個人的な救い主として信仰を持って見上げる必要があります。キリストはそのような心の貧しい者の日々の切望に対して十分な解決の力を表すことがおできになります。これが心の貧しい者が幸いであり、天国は彼らのものであると言われた根拠なのです。心の貧しさを深く感じ、自分のうちに何も良いものがないと感じるすべてのものは、イエスを見上げることによって義と力を見出すことができる。イエスはすべて重荷を負うて苦労しているものは私のもとに来なさいと言われる。イエスはあなたの貧しさを主の恵みの富と交換するように仰せになる。私たちは神の愛を受けるにふさわしくない。しかし私たちの保証人であるキリストはそれにふさわしく、また彼に来るすべてのものを豊かに救うことがおできになるのである。これが
神の契約の本質である救いの良き訪れ、福音になります。特にあなたの貧しさを主の恵みの富と交換することは聖女の儀式で表されていました。すなわち罪人が動物の頭に手を置いて罪を告白することによって自分の罪を動物に移して、無垢の動物の品性が罪人に移されるという罪祭の儀式によって、あなたの貧しさを主の恵みの富と交換することが実物教訓として教えられていたのです。そのため聖女の儀式で用いる動物には傷もシミもあってはならなかったのです。なぜならもし傷やシミがあれば、その動物は過去に他の動物と争い喧嘩して衝突したという証拠となり、それが品性の不完全な状態を意味する罪の状態となってしまうからです。もしこのような状態の動物なら、罪人と何を交換するというのでしょうか。そこで祭司は罪祭の動物の状態を事前にくまなく調べた上で、儀式に用いることが可能かどうかを判断しなければなりませんでした。そういった意味で、この犠牲の動物は完全な品性であるイエス・キリストを表さなくてはなりませんでした。そして私たちがキリストの十字架の死の功績を信じて、自分が心の貧しい人であることを認め、その罪を告白して悔い改めるならば、その罪は十字架上のキリストに負わされて、逆にキリストの完全な品性が罪人に交換として与えられるというのです。神はこのようにして、あなたの罪は許されたと罪人の罪の許しを全宇宙の前で宣言されます。聖書の福音とはこれほどありがたい教えだったのです。キリストがユダヤ人の指導者たちの間違った教えを修正したのは、この素晴らしい福音の教えをイスラエルの民に理解させて希望を与えるためでした。そして多くのイスラエルの民はこの驚くべき救いの方法を信じて、心に希望を持つことができるようになりました。あなたの過去の経験がどうであろうと、また現在の状況はどんなに落胆させるものであっても、弱く力なく気落ちしたままでイエスに来るならば、私たちの憐れみ深い救い主は遠くからあなたを迎え、その愛の御腕をあなたに伸ばし、その義の衣をあなたに着せられる。イエスはご自身の品性の白い衣を私たちに着せて、父なる神に紹介される。イエスは父の御前で私たちのために嘆願される。そして、私はすでに罪人の代わりになりました。このわがままな子をご覧にならないで、私を見てくださいと言われる。皆さんはこの救いの招きを信じて応じたいでしょうか。私はこの救いの招きに応じる選択をしました。私は
理想のイメージを高く掲げているうちに、それだけに満足していた達人クリスチャンでしたが、神の憐れみによって少しずつ本当の自分の姿に気がつくようになりました。いくら聖書を学んで知っていても、いまだに罪深い自分の現状とのギャップに困惑するようになりました。そしてあまりにも自分の品性が神の御前に汚れている事実を目の当たりにして、日々悩むようになりました。しかし私はその苦しさの中で神の御言葉を手に取るように導かれました。そしてそこで神が私に投げかけてくださった聖書の御言葉が、心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである、という御言葉でした。この時一瞬で目が覚めました。今までの自分が高尚であるという偽りのイメージが崩れ去って、そこに残っていたのは本当に罪深い心の貧しい自分だったのです。しかしそこから神の救いの招きに今すぐに応じたいという希望と願望が湧き起こり、この経験の後やっと立ち上がって前向きに前進することができるようになったのです。もしサタンが私たちの罪を責め、私たちを彼の餌食であると主張して大声で訴えても、キリストの血はより大きな力を持って嘆願するのである。人は私について言う正義と力とは主にのみあると。イスラエルの子孫は皆主によって勝ち誇ることができる。今までどんなに聖書を学んできたとしても、私たちはたびたび立ち止まって自分本位な願望による聖書理解によって確立されている間違ったイメージを捨て去る必要があります。そのような時、今までのイメージの中の高尚な自分と罪深い本当の自分とのギャップで、悲しさと情けなさで絶望しそうになるかもしれません。そんな時はぜひキリストの御言葉をもう一度手に取って読んでください。聖霊の御声に耳を傾けてください。そして神の愛に触れてください。苦しい時に手に取った聖書の御言葉が私たちを立ち上がらせてくれるでしょう。なぜなら御言葉はいつも真実であり、私たちの心の重荷を軽くしてくださるために神がこの世に与えてくださったものだからです。この聖書の御言葉に出会えたことが、私たちの人生最大の神からの祝福であったことを信じて、そのことを心から神に感謝しつつ、再び立ち上がって残りの人生を歩み続けたいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、心の貧しいものは幸いである、天国は彼らのものである、という御言葉を持って、また今も変わらぬ愛を持って招き寄せてくださることを心から感謝いたします。
私は本当に心の貧しいものです。しかしこんな私を主は憐れみ、またお見捨てになられないで、救いに至る道を聖書の御言葉を通してお与えくださったことを心から感謝いたします。日々の生活の中で、自我との戦いにおいて、まだ完全な勝利という状態ではありませんが、あなた様の御約束によって、勝利の経験を日々積み重ねるうちに、品性が高潔な状態へと作り変えられる、清めの経験に預かることができますようにお助けください。このような私をお見捨てになられなかったことを心から感謝し、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。